ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっとすみません。お、え、もう成長？どうしても耳こまなしやんでくれないのですが。お、なんかもう結構大きくなったんじゃない？どれぐらい？ 1、2 歳ぐらい？キミコちゃん、ありがとうございます。かわいい。キミコ、アジナのそっくりさんだよ。ないない、ないない、ば、ば、いないいない、ば、くすぐりの方がよろしいかな。あ、今口あたりか。なるほど、掴んだ。でもなんかこれめっちゃ黙れって押さえつけよるみたいな感じやけど。あ、でもご機嫌になったやん。よかったよかった。めちゃくちゃご機嫌だね。もう多分どこ撫でてもいいんじゃないのか。違うの、怒った怒った。よしよし、あ、とミルクの時間ですね。キミコの機嫌も随分良くなりました。まだ 1、2 歳にはなってないか。あゆまのとっくりさん、ありがとうございましたお礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。はい、ということで今回もこの島に住んでくれる人が来ているので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。はい、リオさん、ノリ系、第一印象、気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたらどれにも止められない、ガンガン型、いいね、元気の塊、素晴らしい、みんなにもそれを分けてあげて。はい、ということでマンション見てこう。また友達マークがいっぱいあるけど。まあ、でもとりあえずは、今回また新しく来た、リオさん。おー、真っ赤な部屋、情熱的やね。入ります。やっぱ元気の塊やけん。リオです。思いつきで何でもやっちゃう男です。それで、ちょっと冷静な相方みたいなのが追ってくれたらね。何でもうまくいくって思っちゃいます。いい気がする。あ、でも何でもうまくいくっていうポジティブシンキングなところはめちゃくちゃいいと思うよ。はい、クロワッサンでもどうぞ。ほいほい。どうすか？あ、ダメ？マジで？あんまり美味しくなかった？美味しいかもって思って多分食べたんやろうけどね。そういう感じなんだろうけどね。あ、ちょっと待って。というか、あれだよ。服とかプレゼントしよう。初期のやつやろ、多分。こんにちは。こんにちは、どうも。ということだから、何がいいかな。ジャケット、シャツ、スカジャンで。はい、背中に入った虎の刺繍が男らしい。どう？いい感じ？結構気に入った。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？お、遊びましょう、遊びましょう。トランプ、ババ抜きです。はい、広大で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。あ、表情にめっちゃ出るタイプ。超出るタイプ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。だから箸置きをもらいました。ありがとう。あとの二つとも花やった。はい、そして、部屋をね。どんな感じが、リアルスタイル、ちょっといいんじゃない？山に囲まれた風景を実写で再現、毎日が野宿、そんな感じ、男らしいやん、なんか。てか、あれじゃない？なんか、特撮ヒーローとか、撮影してそうじゃない？すごいな、本当にリアルやね、写真やん。写真やん。はい、見ていきます。この部屋ね、まだ誰にも渡したことなくって初めてなんやね。すげえ、なんか。え、絶対これ360度カメラとかで写して写真やって。確実にそうやって。あっこになんか家あるよ。あの小屋使おうや。あの小屋使おうね。見応えがありますよね。あれ何？馬？馬か。野生的なんか。大事にします。なんか、サバイバルできそう？でもサバイバルにしては周りに物いっぱいあるかな。
い、それじゃあ、ちょっと。あ、なんか二組喧嘩してそうな予感が。ほら、黒鍵さん。うわ、マカタンめっちゃ怒っとるし。あれ、二組じゃない三組もしや。あ、サチさんは違う。ちょ、入ります。入ります。どうもです。どうもです。あゆゆんと友達になりたいです。お、いいやん。新しい人同士やね。仲良くなれそうですか。相手を褒めていこう。アドバイスありがとうございます。うんうん、では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。さあ、どうだろうか。あ、この場所もなんかすごい似合うね。どうだ。あ、よかった。友達になった。やっとこれや。こりゃ。新住人さん同士が友達に。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれもあげます。ほいほい、なんでしょう。受注品、一応エコーもらいました。ありがとう。実は、新しい住人が来るのも、毎日楽しみにしています。自分もだいぶ新しい住人だけどね。はい、おかゆでもどうぞ。まあ、自分の次にも、いろいろと来るかな、みたいな楽しみにしてくれとんかな。まあまあ美味しかった。よかったよかった。え、食パンを上回る。マジで。遊びませんか。はい、遊びましょう。食パンの方がいいな。はい、トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードを表に外に出すと勝ちです。はい、佐藤。さあ、来い。はっきょい。はっきょい。残った。残った、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 残った。あ、これもう片方、あいな、もしかして。あ、もう片方、あいなって当たり前やんね。私なんやけん。どうした?イェーイ。イェーイ、相変わらずの。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番小さいので。お宝、麻雀牌をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、喧嘩を止めに行ってきますか。めっちゃルンルンやった。やっぱ友達が増えたけんね。はい、それじゃあ、黒影さん。じゃあ、黒影さんがネムちゃんと喧嘩したってことか。さっき、別の方はね、千早さん。相手ちょっと誰か忘れたけど。一つの部屋で喧嘩しよったし。と喧嘩しました。ほら、あれ?さっき私、ネムちゃんって言った。ネムちゃんじゃない、マカタンだ。なんかね、二人ともね、チマッとした感じで。じゃあ、この間を沈めてください。はい、それじゃあ、カステラ。カステラでも食べて。いただきます。落ち着いてください。どうだい?すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。お、好物1位の点。仲直りしてこようと思います。やったね。さあ、どうだろう。この間はごめんなさい。黒影さん、服はあれ?王子様の服か何か着てるのか。どういう組み合わせなんだ?お、よかった。ちゃんと仲直り。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。わしの親友は、ライチです。自慢じゃないですよ。ライチちゃんが親友やったら自慢なんやね。そう言ってくれることが嬉しいんじゃない?え、夫婦関係どうした?なんかちょっと不満やけど、めいちゃんに対して。え、ちょっと、ちゃんと仲良くして。しっかり仲良くして。急にルンルンやね。はい、それじゃあ。それじゃあ、みんなに募金を募りましょう。さあ、みんなじゃんじゃん入れてっておくれ。
は 26,340円集まりました。ありがとう。はい、そしてミニュース見ていこう。11時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日ミネットさんが誕生日を迎えました。マジで？マジで？あゆのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。それはそれはおめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。この場にアユナが駆けつけていないとは一体どういうことなんだ。ハッピーバースデーディアミネット。おめでたいね。ハッピーバースデートゥーユー。おめでたいね。おめでとう。おめでとう。ありがとう。なんかもう逆に青ひげが見えてなかったら、ミネットさんこんな顔だったかしらって思うわみ。マジで聞きました。おめでとうございます。早速ニュースに。ミネットさんにとって素敵な一年になりますように。多分こういう感じのメッセージが視聴者さんたちからいっぱい集まってると思う。あやかなお伝えしました。ありがとう。はい、そして朝一。おいしいココナッツだよ。小梅さん和服似合うな。はい、じゃあとりあえずココナッツを10個。今日はおまけしちゃうの。なになに。実用品モビールをおまけしてもらいました。いつも思うけど絶対いらんもんつけよるだけやけんね。もうお金に変わるからいいんだけども。ほい、それじゃあ、はい、仲直りさせますか。仲直りしてもらえますか。うち珍しく怒ってます。ミネットさんの誕生日にそんなプンプンしてる場合じゃないよ。ほら、さくらんぼでも食べて落ち着いて。いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあ、任天堂 3DSLL。どうぞ。道具、任天堂 3DSLL をプレゼントしました。ちょ待って、全然機嫌直ってないじゃないか。全然機嫌直ってないじゃないか。どういうことやねん。くっ。ちょ待ってね、コルピックさんの方行くわ、私。じゃあコルピックさんのところへ。ああ。ああ、だいぶ。はい、入ります。どうした？考え込んで。今ちょっと不機嫌です。まあ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 落ち着けよ。はい、グミでも食べて。いただきます。グミを噛みしめよったらきっとそんなこともどうでもよくならない。ならなかった？ということはだよ。キウイとか。キウイそういえば今年食べてない気がするな。さっぱり美味しいよね。結構美味しかった。よかったよかった。てか、キウイの季節っていつ？なんか私たびたびね、愛媛県がキウイの生産量1位って言うんやけど、季節知らんねよね。夏なんかな？なんか夏っぽくない？なんとなく。めっちゃ適当やけど。さあ、どうだ？この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。ちゃんと仲直りで終われて。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お、レベルアップ。ってことで、漢字 T シャツ。これもちょっと和って感じでいいんじゃない？服、漢字 T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。まあ、正面から見たらよくわからんけどね。これからのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これもあげます。はいはい。実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。こっちの世界では今何がブームなのでしょうか。こっちの世界でのブーム、ブームなんやろ。でもなんかタピオカのびっくりした、なんかと思った。
タピオカの次にはなんかバナナジュースが来るっていうけど、バナナジュースとか昔から人気じゃねえか。まあ、タピオカも元から飲みよった人からしたらそういう感じなんかな。まあそうかもしれんけど。ちょ、待って、ミネットさんにプレゼント、ケーキでも送っておこう。てか、どんな格好だよ。あゆなのかっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶりです。そして、お久しぶりのところで、誕生日に、チーズケーキでもいいっすかね。はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。チーズケーキも美味しいよね。私は好きやけど。まあまあ美味しかった。よかったよかった。今日、誕生日なんです。あ、ちゃんとこういうセリフあるんや。ワクワクします。ちゃんとそういうセリフがあるのね。それじゃあちょっと、服変えよっか。服を変えましょうか。スカジャン。スカジャンでいこう。ピンクやけど。はい、どうぞ。ピンクやけど。いや、でもほら、最近ね、全然ピンク好きな男の人とかおるし。私の友達も男、普通にピンクの自転車とか乗りよったし。まあ、こういう淡いピンクじゃなくって、もうちょっと、きつめのピンクやけど。私が好きじゃないタイプのピンク。逆にね、薄いピンクよりもそういうなんか、ちょっときつい感じのピンクの色が好きっていう男の子は増えてきているような気がするけど、増えてきとるんか、そういうのが言える時代になったんかわからんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そうか、ミネットさん誕生日か。それはもうぜひともね、メッセージを送っておかねば。